2002年10月12日、長野県の河原で車が燃えているという通報を受け、警察が駆けつけます。この事件は後に無理心中として処理をされるんですが、ちょっとそれには無理があったんですよ。というのがガソリンなどをまかれて放火されていたということなんですが、周りにポリタンクがなかったんですよ。じゃあどうやって燃やしたんだっていう話になるんですけど、さらに言ってしまえば2人とも死亡。これね、ちょっと無理しかないんですよね。さらに調べを進めていくと、桃井のぞみさん、ちょっとトラブルを抱えていたということでございます。本編でお送りしておりますので、チャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。